はい、中山です、今回はですね、長崎の方に来ております、長崎のですね、ここは長崎県体育協会、人工芝グラウンドですかね、で合ってると思うんですけど、今日はですね長崎県にあります長崎ゴールキーパースクールの、ゴールキーパークリニックですね、昨日もやってるんですけど今日はですねこちらのグラウンドで、やるということで今日見に来ました。で、ゴールキーパーコーチをされてる田中、ゴールキーパーコーチは創成館高校のゴールキーパーコーチですね。はい、ちょっと、今日もね、見ていきたいと思います。いくよ、はい、よーいスタート、はい、早く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 、いいね早いね、いいね早い、いいね早い、いいね早い、いくよ、よーいスタート、はい、よし、はい、下下下下、いや、おい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 、はい、上、はい、下、はい、下、おい、3か、パスパスパス、はい、4、はい、3、4、5、6、7、8、9、10、11、こんな感じ、OK、おー、OK、はい、いくよ、よーいスタート、あ、やばい、ボール落としたらダメよ、ボール落としたらダメよ、ボール落としたらダメよ、その回数だと、オッケー、はい、はい、三、オッケー、構えて、アイム、パッ、はい、ドン、そう、オッケー、アイム昨日構えやったのよ、上手になってる、はい、お、パッ、オッケー、いくよ、はい、パッ、パッ、オッケー、いいよ、はい、はい、ドン、ドン、オッケー、はい、はい、パッ、パッ、おー、ナイス、はい、止めて、はい。おー、いい構え、オッケー、はい、はい、うん、そう、そう、構える、はい、構える、そう、いい、はい、構える、オーケー、ナイス、そうだ、オッケー、はい、足の幅も、おー、ナイス構え、ナイスキャッチ、よ、はい、はい、そう、そう、ナイスキャッチ、いい、ナイスキャッチ、はい、オーバーって上のことね、オーバー、上で、オーバーハンドキャッチで、今度下のボールいきます、ゴロのボール出します。これアンダーハンドキャッチって言います。アンダー下。オッケー。いい構えをしてキャッチしましょう。はい。はい、じゃあ行きましょう。オッケー。はい。キャッチ。はい。はい。はい。構える。逆へ。はい。そう。逆足。そう。はい。ボール。はい。そう。そう。はい。はい。はい。投げて。一歩出して。俺も。まだまだ。オッケー。構えて、はい、構える。倒れます。せーの。オーケー。ナイスキャッチ。倒れる。せーの。おー。そう、いい構えて。せーの。オーケー。倒れる。はい、せーの。オーケー。ゴールキーパークリニック参加してみてどうですか？今練習し少ししてみて。楽しい。どんなところ楽しいですか？キーパーをなんか練習するとき、うん、あまり基礎ができてなかったから、あ、それができてちょっと楽しいです。ああ、なるほどね、うん、田中コーチはどうですか、どんなコーチですか、ちょっと面白いコーチ、面白いコーチ、はい、せーの、せーの、おー、ナイスキャッチ、せーの、せーの、はい、せーの、せーの、はい、そう、ナイスキャッチ、いくよ、せーの、思いっきり、うー、ナイスキー、ナイスキー、せーの、せーの、そう、ナイスキーパー、おー、ナイスキャッチ、せーの、オーケー、構えて、そう、いい構えて、せーの、倒れる、あー、痛いやろ、今の、ガニ股なってない、そうそうそう、いくよ、せーの、オーケー、ナイスキャッチ、はい、左足一歩出すだけで、せーの、そう、オッケー、ナイスキャッチ、早くなってきたぞ、はい、構える、お、構える、しっかり上がってない、せーの、そう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 、はい、構えて、はい、せーの、あー、ぶつかる、慌てないで、構える、そう、せーの、そう、はい、一歩踏み込んで、そう、まずやってみよう、はい、はい、そう、構える回転、しっかり、どうですか、ゴールキーパー練習会参加して、そのみんなで声を出せることがとても楽しいです。ああ、楽しい。特に今半分ぐらいですけど、どんなこと学びましたか？最初のボールを取る前の、構え
とあと飛び込みのその順番を覚えました。構える。はい。おお。はい。はい。慌てなくていい、慌てなくていいよ。慌てなくていい。出たら、はい。そう。オッケー。はい。はい、オッケー。よ、こっち逆。はい。はい、構えて。いい構えして。はい。ほら、頭打つよ、こっちなんて。体の横で落ちんと。はい。オッケー。倒れるときに、一歩踏み込んで、みんな。こっちに倒れてんやったら、左側の足、近い方。OK。構えた状態から、踏み込んで、踏み込んだと同時にボール。OK。構える。ここちょっと意識して。いいですか？はい。よ、はい。はい。どうぞ。そう、OK。やったね。はい。踏まえ出す。そう。踏まえて。うまい。わあ、でも、はい、どっちが先に構えをちゃんとやろう。いい、はい、はい、もう一回いくよ。はい、じゃあ準備して、カッキー。はい、はい、拍手。ナイスキーパーやろ、ナイスキーパー、ナイスキーパー。で、シュートは決めないとダメだよね。はい、フィールドだから。オッケー、シュートは本当に決める気持ちでやろう。はい、いいですか。はい、いいよ。はい。おお。さっきしっかり構えろな。構えろ。はい。構えて。どう。オッケー。まだ取ったら。さあ、オッケー。いい。できると。はい。こちらです。おお。ナイスキーパー。はい、まだ。さあ、オッケー。その後はね。はい、出てこい。そう。はい。で、そう。タイミング取って、そう。オッケー。ラッキー、あと。おー、ラッキーポー。セカンド、サンキュー。いいよ。はい、止まる？うん。そう。あ、オッケー、ラッキーおー、ラッキーパー。ラッキーパー。おー、そのあと来ない。ナイスキャー。おー、ナイス来ない。あー、来ない。来ね。おー。おー、ナイスキーパー。はい、まだ。オッケー、はい、はい、もう一回もらえ。はい、もう一回。いいよ。もう一回もらえ。はい、よし。はい。わー、よー。かわいそう。はい、ボール見とけよ。はい、行くよ。はい、行こう。はい、おー、ナイスキーパー。ナイスキーパー。ナイスキーパー。グッグッグッ。ナイス、いいね。ナイスキーパー。ナイス、ナイス。おー、ナイスキーパー。ナイスキーパー。はい、はい、はい。よー、いい声。うわー、おー、ナイス。はい、うん、ナイスキーパー。オッケー、ナイスボール。はい、今、あと10分15分というところで最後コーチがシュートを打ちながら、やっていくスタイルなんですけど、まあクリニックということで、すごくこう柔らかい感じで入ってるんですけど、その中にもやっぱり選手の真剣度、やっぱり上手くなりたいから、コーチの話しっかり聞いてるし、でそれを実行しようとしてます。で失敗もあるんですけど、やっぱりこうしっかり構えてっていうところを今日特に強調されてたんですけど、まあ、その部分をしっかりやってると、まあ、ローリングダウン などでね、しっかりシュート止めれるっていうシーンも出てきてるんで、選手の中でやっぱ成功体験も生まれやすく、うん、なってますんで、やっぱりこう成長が早いなっていうのを見てて思います。はい、最後ちょっとコーチとの対戦なんですけど、どうなるのかちょっと楽しみですね。次の人こっちを追っかけ、次の人ゴールの後ろ。おー、ナイスキーパー。オッケー、ごめん。何があった？準備して。そう、いい構え。そう、
おい、ナッキー素晴らしい。はい、はい、見て。あー、そう、おい、OK、ナッキーパー、ボール持ってって。はい、はい、そう、おい、ナッキー素晴らしい。あー、ナッキーパー、あー、惜しい。でもボール取れてるね。そう、ナッキーパー、準備、そう、おー、ナッキーパー、オッケー、そう、おー、ナッキーパー、オッケー、おー、ナッキー、素晴らしい。どうでしたか、今日は。シュート止めれるようになった人。はい。じゃあなんで止めれるようになったと思う。構え、ちゃんとやるけん、止めれるようになって。どういう構えやった。足の幅は肩より下。そう、で、つま先を誰に向けるんだっけ。そう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 、相手の方。かかとちょっと浮かして、指先ちょっと上にするよね。OK? はい。大丈夫。で、その構えを意識して練習してください。はい、明日から。いいですか。はい、はい、じゃあ気をつけ。はい、最後気をつけ。横よ、はい、横、そう、まっすぐ。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。長崎県のゴールキーパーの今日来てくれた子たちはどうでしたか。いろんなとこで結構しているんで、成長してる子もいますし、今日だけでも成長してる子もいるので。どこが一番成長した感じですか。やっぱ一番は最後のシュートの時ですかね。やっぱいいプレーもいっぱい出たんで、しっかり構えも今日の課題としてできてたんで、成長したのかなって思います。勇気を持って飛ぶっていうところが良くなったかなと思います。なるほど。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ゴールキーパークリニックということで、昨日は30名ほどと、今日は15名程度ですね。はい、いかがでしたか、クリニックやって。そうですね、やっぱ初心者のことがあって、はい、キーパーとしての基本的なことができてないなっていうのはあって、はい、まあ、やっぱそこをしっかりやってあげるっていうのが大事かなっていうのはありました。はい、なかなかやっぱな長崎でこういう環境は。そうですね、初めてじゃないですかね。ないですよ、ね、キーパーだけでクリニックやるっていうのは。クリニックをやって最初の19時スタートの時と比べて帰りの時のプレーはだいぶ変わりましたよね。はい、そうですね、やっぱ構えが良くなるとシュートが止めれるようになるなっていうのを感じました。はいはいはい、これからも定期的にクリニックはやっていきます。やっていくという形で、はいはい、で、長崎の諫早の創成館高校で今ゴールキーパースクールをやってるということで、はい、そうですね、はい、今何名ほど。今毎回、15名から20名ぐらい参加してもらってます。はい、ですので、はい、そういった詳しい、内容はですね、概要欄の方見ていただいて、はい、長崎のゴールキーパーはそちらの方にですね、行っていただいて、はい、ぜひ基本から学べるということで、はい、はい、ぜひですね行ってください。ああ消えた、危ねということでここで消えたんで終わりたいと思います。大丈夫です。では、最後にチャンネル登録といいねお願いします。